夏見の蛍。夜道を歩く二人、慎吾が懐中電灯で照らしている。いい写真撮れてそうだね。うん、よかった。で、何？え？なんか話があるんじゃないの？うん。遊具のあるところにつき、ブランコに腰掛ける二人。慎吾、大きく漕ぎ始める。夏美さ。大きく漕いで、ジャンプし、着地する。一緒に新潟行かない？え？うちの実家も自然多いから、こんな風に暮らせたら夏美ものびのび写真撮れるんじゃないかなと思って。正直しんどくない？結果出すために必死になって、そのために写真撮ってるみたいで。夏美の目線に合わせて夏美の横にしゃがみ込む慎吾。うちに来れば仕事の心配はいらないし、ほら、うちの親すげえ夏美のことを気に入ってるから、二人とも絶対喜んでくれると思うんだ。それってプロポーズってこと？あ、いや、そういうわけじゃないけど、そういうことなのかな。それは後々しっかりと。夏美、立ち上がり帰っていく。夏美？夏美？夏美が立ち去り、無人になったブランコに再び腰掛ける慎吾。